おはようございます。本日はね、スカッと晴れた気持ちのいい青空広がってますね。今日の最高気温はね、13度だったかな。最低気温2度でしたね。この中ね、めっちゃ寒いと思っておりましたけども、めちゃくちゃね、冷え込んでおりましたね。ということでね、本日もお父さんですね、お外お仕事を出ました。私はですね、まあ今日もお家のことやら何やらしつつですね、のらりくらりとやっていきたいと思います。午後のお外探索タイムです。お家もね、大変なことになっておりますが、お父さん帰ってきた時に、うちのこれなんかまだまだ可愛い方だって言ってましたね。うちのコミュニティ出たすぐの道、お散歩で歩く道ですけど、木がいっぱい生えてるでしょ。枝がね、折れてね、落ちているようで、愛さんぐらいあるやついっぱい落ちてたよって言われましたけど、どういうことって思ったんだけど、大きいものの落ちているところはね、コーンで囲まれててね、ぶつからないようにね、なってたって言ってましたけど、ということは今日はもう撤去されてるのかな、どうなのかななんて思っておりますが、飛行機雲ですね。なんかもうお家入りしてますけど、あ、そう、この子ね、一応日中に日光浴していただいてるんですけど、しっかりとね、種から芽が出てた子出てきましたね。めっちゃ嬉しいんだけど、この子もちょっと来そうだよね。いや嬉しい、2つぐらい来てると思ってるんだけど、どうだろう。この子とこの子に頑張れ頑張れってね、毎日言っておりますが、これはなんだろう、私の種の隠しが甘かったのかな。めっちゃ嬉しい。どうだろう、どうなるだろう。この後ね、まあまだまだね、油断大敵ですからね、過保護にね、育てていきたいと思います。とりあえずね、ミニハウス景色がかぶして、すいません、お家入るんですよね。おやつの時間ですからね。この前にもう庭出てるから、なんかポビもサムもさっと済ませたんですけどね。おやつね、じゃあおやつ開けますから待ってください。待ってらっしゃいますけれども、トレーダージョーズの方はね、開けました。今日もお星様と丸ですね。にゃんこ用は、まあ、食べやすい形で、サニック一番この形が好きということで、こちらね、大きい方開けましょう。今日は15日はどこだ、15日はどこだ、ちょっと全部開かないな。ここにないってことはこっちか。あ、あったあった、これ行きます。ボールかな、あ、ボールだね、グリーンのボール。もう一個あるから、これ赤いのもあった。ピコピコなるボールね、しまいましょう。2回目ですね、私が開けるときに。なんか特別なの入ってたの。今日ボールでしたよ。このボールはもう一つあるのよね。この辺りにあった気がするんだけどな。私この辺りに置いた気がするんだけど、もう多分遊んでこのね、下入れてるね。じゃあまずはポミコからですか。ポミコどうぞ。はい。あれ、そんなことよりおやつくれるやんちゃうって言ってる。これ、遊ぶ子。いや、タミちゃん遊んできて。いくよー。ぽーい。はい、できて。噛めないと思うんだよ。加えられるかな、加えて持ってくるかな。もうそうね、持ってこれないよね。そんなことよりも作れてやんちようだから、おやつ開けて食べましょう。まずはね、サニックのね、今日はまだ器洗っておりません。3つのことをしてますね。入れて、タニくん、今日はミッキーさんじゃなくてね、ピンクのモフモフ入ってますが、おやつ入れといたよ。おやつ、おー、そうかみたいな感じでね、起こされたみたいな感じだけど、食べてね。え、ポミクとダムちゃんもお待たせいたしました。今日も丸食べますか。おしわりちゃんとして、タムちゃんはグビービー、はい、どうぞ、タムちゃんもどうぞ、のりこしゃです。お星様はこの中入れて、何かもう一つクッキーにしようかな。最初私お話ししたかなと思うんだけど、クリスマス終わる頃でこれいっぱいになるだろうなんて言ってたかなと思うんだけど、なりそうだよね。もうすでに半分来てるもんね。今日これにしよう。昨日入ってた四角いやつにしましょう。はい、どうぞ、タムちゃんも、はい、どうぞ。また落とす。ちゃんと食べて。食べて、自分のあるでしょ。なんでポミコの目に行くの。これよ。はいはい。はい、どうぞ。なんだよ、持ってくるかよ。強いな。そこ置いて、また非常食にするんでしょ。ママ、なんか中でいいや。手に持って持ってって言ってる。ダメよ。一つあげました。はい、食べてください。ポミコ食べてるよ。ガリガリガリ言って、あれ、固めなんだよね。頑張って食べてね。ポミコは？うまい？あ、上手だな。小さくして。何食うのも見るわよみたいな感じだけど、ゆっくり食べてね、ポムちゃんね。上手ガニ、上手グッバイ。こちらね、先日コスコで購入してきましたパネトーネ、もうね、半分いただいておりますが、これめっちゃ美味しかった。私もお父さんもすごく好きです。まあこのね、砂糖がね、ガリガリについてるところがちょっとあれなんだけど、このね、真ん中のところ最高ですね。もっちもちで、ないかわかんないけど、切り口の断面で申し訳ないんですけど、この子、この断面にあるからパネトーネだからさ、桃の洋酒漬けだと思うんですけど、これがね、いい香りがして美味しいんですよね。なんかちょっと杏仁豆腐みたいな感じでね、ところどころに入って
てるこのチョコレートもね、しっかりとダークで苦味があるぐらいダーク、バランスがめちゃくちゃいいですね。私はねランチでねちょびっとね切ってねいただいておりまして、お父さんはね夕食後お茶入れて待ってるからみたいな感じでね食べるの楽しみにしておりますが、大きいけど軽いので結構食べれちゃうんだよね。これね確かね25ドルぐらいしたんだけど、来年もねまたね見かけたらクリスマスの時期購入したいななんて思ってるんだけど、まあ、とにかくね今日もランチでね一切れね切っていただこうと思います。それではいただきます。コミックがいないと思って探しまくったんですよ。いつもね私のクローゼット入ってここで寝てるから、あれと思っていない、どこどこどこってね探しまくりましたね。奥に入ってるし、どうやって入ったのかわかんないんだけど、どうやって入ってんの。あなたこれちょっと隙間があるんだろうね。スチームなんだけど、お洋服のしわのばしのその間に入ってるのかな。でこの顎乗せてるのはリサイクル持っていこうと思ってるお洋服。ねえねえ何してんのよ、そんなとこ入って心地いいの。眠そうにしてるけど、まあいいや、好きにしててくださいな。出てこれる自分で大丈夫、ママ助けなくて平気ですか。出てこれなかったら教えてね、ワンって言ってください。歌でやんちよってね。それではお散歩行ってこようと思います。今5時過ぎぐらいかな。ちょっと向こうの方のお空が明るいけど、夕暮れ時ですね。もうね4時過ぎると薄暗くなってきたなって思うんですけれども、まあ今日も近所一周かな、もう暗いしね、行ってこようと思います。それで行ってきます。今日は久々にこの小道を通ってみようかなと思ってきたんだけど、そうだそうだ、枝とかいっぱい落ちてるんだと思って、さっきこの大きいやつに引っかかっておりまして、これなんでやんちゃうかねみたいな感じで手々をシシッとやっておりました。まあ裏なので特にねピカピカは見れないかなと思うんだけど、電池がなくなるかも。バッテリーの表示が出てますね。あ、ここの電気がついてないね。ここね、やっぱ電気ついてると暗いよね。久々に通るからいろいろチェックされてましたね。この子のサンタね。これで一回枝に引っかかってから枝の間を縫って歩くの上手になりましたね。いろいろ落ちてるじゃんじゃね、今日ね、豚ね。タブちゃんも登ってった。お家帰ってきました。サムちゃんがねピョン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 ってね階段登っていった後ね、やっぱり電池切れましたね。ふたあゆ拭いてないですよ。あゆ拭いたらね今の時間までねのんびりしゃんしててくださいね。サムちゃんどこかな。いらっしゃいますね、そちら歩いてらっしゃいますね。ママちょっとお買い物行ってくるからさ、よろしくお願いしますね。それでは京子さんねコスコ行こうと思いまして、行ってこようと思います。お家帰ってきました。今日は誰もお出迎えに来てくれなかったんですけど、眠いでやんちゃうよねっていうことで、お買い物話してきたものはアボカドでしょ、キューピーのセサミドレッシングとポミ君のトイレシートが欲しかったんですね。で購入してまいりました。でその他はね、あ、このチキンのもも肉も欲しかったの、これもリストに入っていたんですけれども、その他はねリスト外のものなんだけど、チョッピーのね前にこれ見かけたことあって、でお父さんに試してみようよって言ったら、でもな美味しくなかったらどうすんのとか言われてやめたんですよね。今日お父さんいないからね買おうと思って購入したのと、あとはマッシュドポテト、これはまあクリスマスお父さんいるかどうかわかんないんだけど、カーボ系はねちょっと手抜きしようと思って、こちらとね、これね最後の3つだったのあったからね購入してしまいました。もう1つ購入したのって言われそうだけど、お父さんにまあまあまあいいでしょっていうことで、であとはねあそこに箱を置いてありますけど、ブルーのやつ、あれお父さんのクリスマスプレゼントです。今年はねコスコで購入したんですけども、まあわかるかな、あの箱でと思っておりますが、はい、後でねラッピングしようと思います。こちら片付けて、もうご飯の時間なのでね、みんなご飯にしていこうと思います。はい、ご飯にしましょう。カレーに待ってらっしゃいますけれども、じゃあもうお待たせしてますね。最近ポメはですね、ご飯の中にお薬入れても食べなくなったので残すんだよね。だから、まあ、先にお口にギュッと入れております。それ見てるのよね、私ね怖いわね、ショレみたいな感じで見てるのいつも。まあ確かに裸から見たら怖いだろうなと思うんだけどね。お腹空きましたね。サディ君のも準備してありますが、まだ出てきませんので今呼んでくると思うんですけれども、とりあえず先にね食べましょう。ポメだってよし食べなさいですよ、どうぞゆっくり食べてね。ポメだね、ちゃんちゃんもおしゅうがりふいて、おかゆし食べなさい。ポメさんも手つかなかったけどね、手は出てるけど、ゆっくり何してくださいね。今日もお利口さん食べましたね。ヨーグルトさんしようね。サムちゃんもお待たせしております。いつもありがとうございます、待ってくれてね。そちらたち遊び行っちゃうのよって待ちきれなくなっちゃってね。ポメおしゅうがり、そうね、サムちゃんお利口でしゅう、ちょっとおしゅうがりして待っててね。じゃあ今日も頑張りましょうね、お願いしますね。で、おかわりもう一回、で、もう一回、手よ、で、
そう、おかわりも面白いね。もう、褒めたわ。昔は上手だったんだけどな。おかしいな。仕方ないな、もうね。で、おかわり。はい、で、おかわり。いいよ、じゃあよし、食べなさい。グボです。ラムちゃんも。ラムちゃん上手だもんね。ママ知ってますから、よろしくお願いしますね。はい、行きまーす。お醤油したままよ。で、おかむかい。で、おかむかい。最後。で、おかよし、食べなさいですよ、どうぞ。ママも持ってきてくれないと私食べれないのよ。っていうね。このアピール。いいですよ、サムちゃん。ちょっと置きましょうね。サムちゃんどうぞ。いいですよ。のりこしゃです。じゃあ、ヨーグルトちゃん食べたらね、今日もお年はいつ帰ってくるかね、のんびりちゃんしてね、待ちましょうね。ということで、私はこれからちょっとだけご飯の支度してね、お肉下味つけるだけだから、あとはもうね、レンジでチンしたり盛り付けるだけで食べれるので、それが終わりましたら、ソックスにね、ギフト入れようと思います。もうお父さんのね、ミニギフトのラッピングもしてないんだけど、まあ間に合わなかったら間に合わなかったでいいかなと思うので、とりあえずね、サニーとポミサムのにはね、入れたいなと思います。よし、それではまずこれ、お父さんのミニギフトね、2つラッピングしたのと、メインのギフトもねラッピングいたしましたが、リボンがさ、なくて足りなくて、リボンかけられてないから、またねリボンは購入してこないとなと思ってるんですけども、なくてもいいんだけどねでもやっぱね、そういうの大事だなと思うから。可愛いよね、このねラッピングペーパー。お父さんとサムちゃん似てる。巻きでやっていかないと。お父さんに今帰ってくるって電話があったので、ガソリン入れてね来るとは言っておりましたが、とりあえずこれは私のクローゼット持ってって、そう、先にね隠しておいて、今お茶入っておりますが、ブラックフライデーで購入してきたものですね。みんなの分ね、振り分けて入れていこうと思います。よし、ではやっていきましょう。なんかこの前と同じ服着てるけど、ブランケット入れにねカメラ載せてるから不安定なんですが、とりあえず父さんのから入れていこう。おー、ポミ君もサムちゃんも興味津々ですけれども、まずはサニ君のはね、これだからネズミさんね、お顔出るような感じで入れて。ポミちゃん、おトイレ行くの？血したいの？大丈夫？シートに行ったけど、これ可愛いよね。そうね、取ったの、これイエーイかわいい。トミ君はどうしようかな。こんないっぱいじゃなくてもいいかなと思うから、スノーマンってとこ、下の方詰めてもいいか。入れるかな。全部入れ切っちゃうかな。この子いることなんないから、下入れとこうか。これをギュッと押し込んで入れて土台にして、そしたら安定するから下ずるっと落ちないもんね。で、サムちゃんはサムはこれ入れる。あ、上手。ちょっと巻きそうでしょ。ニャーニプタは音鳴ってるけど、ちょねってかわいいね。かわいい。こんな感じでいいかな。サニーのネズミさんが下ずるっていくかな。どうだろうな。お父さんのとこにも入れよう。お父さんのとここれ入れようかこの子あ、いいんじゃない。これしか余ってないから、そうだな、やっぱサニー君のとこ入れとこう。ごめんね、ちょっと窮屈かもしれないけど、あなたが土台になってくれたら、このネズミさんたちが落ちないで入っていられると思うんだ。ちょっと膨らみすぎちゃったかな。どうでしょうか。入れてなかった時の方が見た目は良かったかもしれない。まあ、いっか。こんな感じでいかがでございましょうか。いいね、うん、今年もこれで私のお仕事はおしまいです。よかったよかった、できましたね。ちょっとこっち見てくれる？よし、 OK。 あ、チしてたわ。ごめんだ。ごめんごめん、やっぱチしたかったのか。シートでしたにょ。グーボーイ。じゃシート変えときますね。よし、ではお父さんの代わりに編集しながら待とうと思います。お父さん帰ってきましたね。うーんとか言ってるけど、私は帰ってきたの。よかったね。コミ君も私は帰ってきたの。あれ、なんか行っちゃった。テンションだけで言えんちゃって。何言うの？何言うの？じゃあちょっとなんかあれね、お口、大人のくちゃみが出てきたわね。もう私大人よって。ママもお父さんもベビー言うけど、大人よって。よかったね。感動の再会よ、ダムちゃん。あ、ちょっと香り始めてる。あ、だいぶ香り始めてる。ジャンプしないとね、もう1週間ぐらい経つんじゃないの。年に毎日一応見てるけど、あれはできてないよね、プチっていうのはね。よかったよかった、うん、はい、そう。あ、タムちゃん教えてあげたら、お父さんにこれ今日のやつよって。 それであんまり遊ばれない投げたらこのままここに置いてある持ってくよ、向こう。なんか中途半端にここ入ってるけど、これ見てって。お父さん、タムちゃんのよって。お、え、いつ買ってたっけ。ブラックフライデーでしょ。なんであんたんとこは入ってるの。お父さんが入れるからでしょ。いやいや、でもなんか入れろよ。ないもん。これ入ってるやんお父さんにもあげたのよ。もうないから。これフリース来た時に入ってた、これでいい。いや、それ何それ、何それ、やめてやめてやめて、何それ。マスクじゃん。いつどか分かれへん。マスク、やだ、もう勘弁してよ。トト君、お借りします。それ入れたらいつのだそれ
何お土産ね。いやいや違います、メリークリスマスって書いたんでしょ。本当だ、ジャングさん、うん、いろんな人に配ってた、いろんなものを。あ、そうなんだ、ね、そうだね、偉いね。これ何、ワイン、ラズベリーワインとライスプラムワイン、うん、ジャングさん美味しいものいっぱい知ってるからね。まあね、うん、まあそこを入れとくかね、お父さん、はい、かけとく、それともこのまま置いとく。いやいやいや、かけとく、うん、じゃあ開けよ、電気つけて開けよ。おチョコなのかな、おチョコだね、これはね、ついてて。ワインおチョコで飲むの面白いね。よし、じゃあ出して、これじゃあお父さんあそこ入れといてくれる。このマスク絶対に洗濯のカゴ入れてよ。いってらっしゃいます。困っちゃうね、かわいいねこれね。うん、これいつ来たんすよ。知らないよ、怖いよ。嫌だ絶対に。いつ来たのその前に、そのフリース。あ、相当前だけどね。じゃあお風呂でね、行くらしいので、私はご飯の支度してきましょう。ということで、お父さんまだね、シャワーから出てきておりませんが、ご飯ね、できたので、先にいただいておこうかなと思うんですけども、あ、お父さんのお箸持ってくるの忘れた。今日は、冷凍庫にあった玄米と、コーンクリームシチューと、今日ね、購入してきた鶏もも肉。いつだったっけ、ばあちゃんズっていうバーベキューソース購入してきたと思うんですけども、ワールドマーケットで。それ、そういえば使ってなかったなと思って、下味つけてね、ばあちゃんのソースをかけたチキンになります。で、適当サラダと、昨日の残りのキャベツと白トロ。このあたりも全部ね、作り置きなんですけれども、お芋多めなんだけど、あっちもね、お芋ですけれども、ひき肉じゃがね、と、ベーコンとお芋と、お豆などの炒め物と、セロリのお漬物あります。でね、ちょっとチキン余ったから出したりとか、食べたきゃったらどうぞっていうことで、まあ食べないと思うけど、うん、そうしたら私ね、明日のランチになります。お父さん出てきたらね、あちらのチキンのね、感想を聞きたいなと思っておりますので、まあとりあえず先にね、私はいただいておこうと思います。それではいただきます。お父さんね、シャワー出てきましたね。美味しそうねって言いながらね、一周見ておりましたけども、チキン見て、これ何のソース何のソースってずっと聞いてて分かってますなのに。感想お願いします。ちょっと待たれよ。何肉じゃがが、はい、なんかもうアメリカにいるからか薄味に感じるねこれバーのソースはそんなにいっぱい入れてないけど、下味つけてバーのソースを3回しぐらい入れたから。うん、あでも美味しいやん、甘め甘めなのね。照り焼きとはまたちょっと違うよね。でもね、うんね、ちょっと生姜も入ってる。うん、なんかいろんなのに合いそう。豚肉とかでも良さそうよね。あ、そうね、うん、生姜焼き風になる。生姜焼きにはならないと。ならないね。はい、美味しかったです、バーのソース。ただいま12時になります。今日もね、12時になっておりますけれども、ご飯食べてね、このね、時間が私一番ゆっくりできる時間なんですよね寝ないようにはしたいから、ソファには座らないようにしてるんだけど、ダイニングでね、なんかぽやっとしてるんですが、お父さんは明日会議で準備してないから仕事しなきゃなんて言いながら寝てしまいましたね。寒い寒い言ってです、今エアコン入れてるんだけど、エアコン入れたらね、すやーっと寝ましたが、いい加減ね、ブレストさんを出そうと思ってるんだけど、ブレストさんってさ、一点集中型でしょ。だから誰かに向けてつけないと結局暖かくないんですよね。でコンセントがね、今ね微妙で、今年はなのでね、まだねブレストさん出してないんですよね。で夜はエアコンもつけておりますが、乾燥するからね、ずっとはつけてないんですけれども、サニ君は今晩もこちらで寝てますね。気に入ってるんですよね、こうなんかクッション感がいいみたいで、まあ多分ねそのうちまた出てきてここで寝るんじゃないかなと思っているんですが、で今日はコミタがねソファーで寝してますね。これ使ってね、登ったわけではなく、お父さんに乗せてもらってましたが、私のねクッションの上最初乗ってたんですけど、なんか足伸ばしてお父さんがさ、みんなで狭そうにしてたからさ、乗ってるっていうよりかはこの肘掛けとの間に入ってたから上に置きました。結構みんな冷めちゃう、お父さんと仲良くしてますね。あ、っていうかお父さん携帯落としてますねまあもう12時なので、小野田様はね、ねねの前のトイレでね、歯磨きさせて寝かそうと思いますので、とりあえずねこの子たちのこと終わりましたら、今日もね練習最低でも1本終わらせたいなと思ってるんですけども、まあ、とりあえず先にシャワー浴びて、それからね編集しようかなと思っております。てにくんゆきみん、今日はどうやら出てこないらしいですね。ちゃんと収まってるようで収まってないんだけど、手足をねこの中にギュッと突っ込んでるんですよね。あったかいの、お手手とあんを入れとくと。そうだよね、こういうとこ入ってるとあったかいよね。頭突きされておりますけれども、治療医ですね。お手手が出てきましたね。大きく悪病しておりますが、かわいいお手手ですね。なんでよ、握手者してよ。最高、今日も寒かったね。またできた、かわいい握手。あ、
出てきたぞ。バチって言ったけど、この中から出てきた時に静電気かな。中入ってな、高いから。寒いもんよ、ちゃかちゃかして年々してくださいな。昨日の夜寒くなかった、大丈夫でした？昨晩はね、多分ね、こっち来て一番冷えてたんじゃないかなっていうぐらい寒かったですね。わしは寒いの苦手だぞ。なんだよね、そうだよね、みんな苦手だよ、サニ君寒いのは。そっちにでしょうの、なんか起こしちゃって出てきてしまいましたが、まあとにかくサニ君がね、一番あったかで年々できるところで年々してください。今日も一日ありがとうね、ゆっくり年々してください。おやちゅみー、マミ君もおやしみー。ミキシャ入って年々してるの、ブッタ。ブッタ今日何してたの？ママのクローゼットの奥入ってさ、本当にポミがいないと思ってね、めちゃくちゃ私焦りまして、お庭出てね、一緒に帰ってきてるから庭にいるわけないっていうのは分かってて、もう庭まで探してポミクポミク言ってね、で大抵ポミ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 言ってると出てくるんだけど、今日は出てこなくてね、眠そうなねお顔してね、ブッタここにいるでやんちゅんみたいなね感じでね、見つけた時ね、あのあと30分ぐらいかな、あそこで寝てたようですけれども、私ストレッチしてたんだけど、お昼寝おいでやんちゅんみたいな感じで出てきてね、私の膝の上に座っておりましたが、もうびっくりしちゃったよ、ぐいにゃいなーって。もちろんネムネムシャなのかもしれないけどさ、ママポミクポミクポミク言ってたでしょ、ブッタここでやんちゅんよ、お返事してくださいな、お願いしますね。まあうちのねサニーポミサム絶対にどこかに行っちゃわないっていうのはポミなんだよね、見える範囲ね絶対にいるから、だからこそいないと思って焦ったんだけど、でもさ私がねポミポミ言っててもね、サニーもねサムもねずっと寝てて、なのでねそうやって落ち着いてるってことは絶対にお家の中にいて近くにいるんだよね。まあ多分ね今日ポミ初めてあそこ入ったと思うんだけど、ポミも新しい場所見つけたと思ってると思うんですけれども、私もねまた一つポミクがいるところ分かったので、あれポミクいないなと思ったらね、私のねクローゼットも奥までねしっかりね今後はね見ようかなと思っておりますけれども、ぶったくくても上手でやんちゅね、いいとこ見つけたんじゃない。まあビニールの上だからあんまり心地いいとは思えないけど、またかくれんぼしようときはさ、かくれんぼしようね言ってからにしてくださいね、お願いしますね。今日も一日ありがとうね、ゆっくり寝してください。おやちゅみー。本日もこの方ね、こちらでお休みになられておりますが、お嬢はここですね、ここにいるね。食べちゃったー。お嬢さん、なんやなんや入ってにあっちゃかいじゃないわね。でもでも、おやしゅみ。いいとこ見つけたじゃないのよ。ママ今めくっちゃったけどさ。昨日もここで寝寝したの？あっちゃかいじゃないの。すごいあったかいと思うわよ、めっちゃあったかいさん。よかったねー。いい子いい子がいいの？じゃあいい子いい子しましゅ。食べちゃとってもいい子でしゅ。あれ、落としゃないよ。どこ行った？毎日毎日落としたと一緒にねんねんしていいじゃないのよ、ダメにゃわ。あっちゃかあっちゃかでしょ。一番あったかいとこ知ってるのよね。そういえばサムちゃん、今日のおやつのクッキー、あたち非常食にするわよよって。ここ置きっぱなしでしたよね。あれサムちゃん、いつ食べるのかしらと思ってたんですけど、掃除機かけた時に回収しましたけど。夕飯の時ね、お父さんがね、サムちゃん食べないの？言ってね。またね、その食べかけのやつ、角角をかじってあったんだけど、渡しましたらね、また持ってってね、で食べないのかなと思ったらね、ポミがねじーっと見てたもんだからね、食べるわよよってね、ガリ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 って押してて食べまして、いいのよ毎日非常食作らなくて、おやつもらったらすぐ食べていいのよ、そんなにねいっぱいいっぱいはもちろんねあれだけどね、タミちゃんおやつ食べたいわよ言ったらママあげるでしょ、だからもらった時に全部食べてください。一日ねまあね多くてね2回から3回ぐらいおやつあげますけど、毎回ね非常食として一つ残すんだけど、順番に食べるんだよね。1回目にあげたやつを残しておいて、2回目にあげた時にその1回目にあげたやつを食べて、2回目にあげたやつをまた残しておくの。一つ必ず置いてあるの。おやつね掘って隠したりする子もいると思うんだけどね、それがまあワンちゃんの習性なのかな、何なのかなと思ってるんだけど、サムちゃんも絶対確保してるんだよね。お手入れしてるの？お手手切れしてんの？大事だよね、キレキレね。じゃあね、お手入れしたらねんねんしてくださいな。今日も一日ありがとうね、ゆっくりねんねんしてください。おやつ本日もこちらで最後のご挨拶をさせていただこうと思います。ただいまですね3時になります。今日もね少し遅くなっておりますが、まだねちょっと編集したいなと思っているので、この後もねもう少しだけねやろうかなと思ってるんですけれども、お父さんですね、私がシャワーを浴びに行っている間どうやらブランケットを出してねかけたようなんですけれども、昨日もここで寝てたかな。そうですね、寒くなかったって聞いたんですけど、寝てる間はそこまででもなかったって言っておりましたが、朝起きた時
が一番ねきつかったって言ってましたけど、お父さんが今かけてるやつね、もともとねソファにかけてたスローなんだけど、裏側がねフリースっていうかモコモコ素材になっててすごいあったかいんですけど、やっぱりね長年使ってるからねこのモコモコ感が減ってきたというか、ふわっとしてるのがゴツゴツしてきたっていうのかな、でね隙間があるからね昔ほどね暖かくないんじゃないかなと思うんですけども、私がすごく気に入ってるって言ってた同じパジャマがまた欲しいって言ってたのピンクのこうハイネックのモコモコのパジャマ、あれね昨日か団長の思いで捨てたんですけども、本当に好きだったからあったかいと思ってたんだけど、やっぱりねそのモコモコがゴワゴワしてきてスカスカになってて、これをね着てね一昨日寝たんですよね。そしたらねこれのがあったかいってことに気づいて、やっぱりね古くなるとああいうモコモコのやつは隙間できるんだなって思って、もう一つねグレーのがあるんだけど、それはねそこまでねゴワゴワにはなってないからまだまだね着れるんですけれども、まあ、今ねお父さんが使ってるねブランケットもねそろそろね新しいものにね変えたいなって思っております。ということで本日はですね、まあ、お家のことやなんやらしてねお買い物出て、それからですねストッキングにですねギフトをね入れたんですけれども、週末ねコスコ行ってお買い物ねしてくるの忘れてしまったものがあるってねお話ししたかなと思うんですが、まだね来週末でもいいかなどうしようかなってね、そう出発前までね悩んでたんですけど、結局ね行ってきたんだけどね、キューピーのセサミドレッシングがねもう使い切ってたんですよね。まあでもねそれはどうにかなるんだけど、お気に入りのいつも使ってるねバルサミコ酢もなくなって、サラダのねドレッシングさてはてどうしようかなと思っていたのもあったし、ポミのねトイレシート多分ねもう週末までねもったいないかなっていう量しかなかったので、ポミクね1枚のシート1回しかおトイレしたくないタイプの子で、同じシートで何回かっていうのはね嫌みたいでね、これしてあるでやんちゅねみたいな感じでシートにこうやってタタタタって歩いてっておトイレ行くと、してあるものがね取り替えてないとじーっと見ててねあごめんごめんごめんって言ってね取り替えるんですけど、なのでね結構ね消費が激しくてね、それはねないと困るなって思ったので行ってきたんですけど、あとねお父さんのねクリスマスギフトをね、コスコで買おうと思ってたから、ずっとお値下げされてるよっていうね広告を見て、あこれだと思って、そうちょっとねお安くなってたものを購入したんだけど、まあできるだけね早くね用意したいなとも思っておりまして、とにかくこのねソックスにギフトを入れるっていうのも早くやりたかったから、まあお父さんのねメインのねクリスマスギフトは入らないから、それをね用意しなくてもできたといえばできたんですけど、なんとなくねメインのギフトを用意しないねソックスに入れる分だけあるっていうのもなんかそわそわして、とにかくね今日ねお父さんのそのメインのギフトも購入できて、ソックスのギフトも入れてね、あこれでやっとクリスマスが迎えられると思いまして、お父さんはね愛さん何が欲しいんだろう愛さん何が欲しいんだろうってもうずっとねご飯食べながら言っておりましたが、なんかね私がねターゲットのインスタグラムって言ったとか言ってて、そんなワード一度も言ったことないんだけど、どこで何を聞いてたんだろうって思うんだけど、だからターゲットのインスタを検索して、でそこでポストをされてるもので何か欲しいものがあるのかもしれないってね見たらしいんだけど、愛さんが欲しいと思ってそうなものは一つもなかったって言っておりましたが、でねなんて言ってたなんて言ってたってずっと聞いてくるから、いや私何も言ってないと思うけど欲しいものないって言ったら、とか言ってたけど、まあ多分お父さんはね私が欲しいものないのに困ってるんだと思うんだけど、まあそれでもね多分クリスマス当日までにはね何か用意するかなどうかななんて思っているんですけれども、特に本当に私欲しいものないからねちょこちょこ何か探しているようなんですけれども、気持ちだけでね十分だなと思っているんですけれども、あそうそう今日15日からですねカリフォルニアまた屋内はマスク着用が義務化されまして、サンクスギビング以降ですね感染者がですね急増したということで、まあやっぱり人がね大きく移動して集まると感染者は増えるだろうなとは思うんですけれども、今日コスコ行ってねどうかななんて思っていたんですが、それをね知らない方もねいらっしゃったようでね、入り口でね呼び止められてマスクしてくださいっていうね説明もねされておりまして、その場でマスクもらってねされてる方いらっしゃったんですけれども、そのね入り口に立ってる方がまあちょっと目を離した隙に入られてる方もいらっしゃるんだろうなって思ったんだけど、店内でマスクされてない方もいらしたので、とにかくですねまたね新しいね変異株もねいろいろ出てきてるしね、今まで通りねしっかりと手洗いうがいして消毒してね気をつけてね過ごしていきたいなと思っております。ということでもう少しだけね編集してから休もうかなと思っておりますので、本日はこのあたりで終わりにしようと思います。それでは最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございます。また次回のビデオでお会いいたしましょう。バイバーイ。